こんにちは、スエルです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画ですね、ビットボレットのアカウント開設方法について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですけど、こちらからですね、ビットボレットの公式ホームページですね。こちらシンガポールの企業が運営してるんですけど、まあ、このように日本語にも対応してますので日本人でも簡単に口座開、アカウント開設できますので、では早速やっていきたいと思います。ではまずこの新規ウォレット開設をクリックですね。はい、そうしますと次にこの画面が出ますので、まずこちらを選択ですね。ジャパンですね。で、アカウント開設に必要なメールアドレスを入力します。で、次に任意のパスワードを設定してください。で、こちらも今入れた、ね、任意のパスワードをもう一度入れてください。はい、ここまで入力が完了しましたら、次へ進むをクリックですね。はい、そうしますと、次この画面が出てきますので、次の画面ですね。まあ多分個人だと思いますので、まあ個人でそのままチェックですね。もし法人の場合でしたら、こちらにチェックを入れて、続行するをクリックしてください。はい、これでですね、確認ですね。まあ、あなたのお住まいの国、ジャパンになっているか。で、メールアドレスに間違いがないか。で、パスワードですね。間違いないか。パスワードを確認する場合は、こちらを押せば見れますので、確認してですね。で、私はロボットではありませんにチェックを入れる。ね。はい、こちらまで確認して、チェックを入れたら、登録するをクリックですね。はい、そうしますと、新規登録、メール送信完了しましたと、出ていますので、先ほど入力したですね、メールアドレスの方にですね、ビットレットからメールが届いています。はい、このようにですね、ビットレットから来てますね。そして、これですね。メール内のこの URL をクリックしてください。はい、そうしますと、こちらの画面になりますので、ここにですね、要するに個人情報を入力していくってことですね。まあ、お名前ですね、ローマ字で、で漢字で、まあ、ニックネーム、まあ、これ任意って書いてますので、であと性別、まあ、生年月日ですね。で、まあ、国籍、住所ですね。住所を入力、電話番号ですね。まあ、こちらはショートメッセージで、まあ、携帯番号がいいということですね。で、セキュリティ情報ですね。まあ、要するに秘密の質問ですね。をこちらから選択してやるところですね。で、答えをこちらに。あと、メールアドレスですね。受信するメールアドレス。で、最後にですね、同意します。の確認をして、
入力を、ご入力完了ということですね。はい、すべて入力しましたらね、こちらのまでやった確認してですね、同意してこちら残り0になったら、ボタンがですね、ご入力内容確認になりますので、こちらをクリックですね。はい、そしてですね、次の画面で、今入力したですね、ものが間違ってないかを確認して、最後に間違いがなければ、登録完了のボタンをクリックします。はい、そうしますと、はい、登録完了となってますので、こちらが出たらもう OK ですね。はい、入力が完了しますと、またもう一通メールが届いてます。届きます。ビトレットの方からですね、パーソナル、アカウント解説のご確認というタイトルでメールが届いていると思います。ですね、このメールが届いたら、とりあえず OK ってことですね。ですね、まあこちらにも書いてあるんですけど、まあ解説を受付いたしましたと。まあ弊社側の確認のお手続きが完了次第、セキュリティエリアにログインすることができます。まあ要するに、まあ今はアカウントは解説したけど、すぐにログインはできないということですね。なので、まあ、通常1営業日以内にプロセスは完了いたしますと書いてますので、まあしばらくするとログインできますよという、メールが届くと思いますので、まあ、そちらが届いたらですね、まあ実際にビットウォレットに、ログインができるということですね。まあ、とりあえずこのメールが来た時点では、アカウント解説は、完了しているということですね。で、ちなみにこちらのメールはですね、まああなたが設定した口座 ID、まあ要するにメールアドレスとですね、まあ、パスワードや、まあ、セキュア ID というのが、ありますので、このメールはね、次ログインするときにね、まだ必要になりますので、大切に保管しておいてください。はい、以上がですね、ビットウォレットのアカウント解説の手順についてでした。今回も最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございました。